あやゆかのペコペコ茨城スタートしました。今日ね、今日はすごいなんかハロウィン、ハロウィンならではの料理ってことですかね。ということでゆかちゃん、今日のお題は何ですか。はい、なんか長いんだけど、じゃん、かぼちゃランタンとかぼちゃプリン。かぼちゃだ。立派なかぼちゃよ。ね、しかも今回一人一つありますから。怖いよ。とりあえず顔作ったらいいんでしょ。顔を切ってみるね。じゃあ、とりあえず、おお、結構切れる。結構切ったらダメなやつかな。あ、お、正しい、正しい。切れました。これちょっとこのまま食べれるんですか。食べてみて。すごい。おお、もうこのままで美味しい。ちょうだい、ちょっと。これは？里川かぼちゃは。常陸太田市の常陸太田市の伝統野菜、優しい甘みと口どけが滑らか。あ、滑らかだね。確かに滑らか。滑らかよ。優しい甘さだね。本当に。え、すごい柔らかい。このぐらいでもいいのかな。なんかでも良さそう。結構でも確かにあるもんね。次は顔面をくり抜きたいと思います。顔面作ろう。可愛くなれ。気をつけてね。可愛くなれ。気をつけて。あやゆかの血まみれ茨城とかになったら本当に本当やだからね。結構豪快だね。結構豪快すぎてもう、あれ、もう形がすごいのになってるよ。やばい、どうしよう。はい、かぼちゃランタンができたのでかぼちゃプリンを作りたいと思います。これは絶対使うと思うんですよ。うん、じゃあ大雑把にいきますね。これと多分牛乳を混ぜるんだよね。あとゆうかの好きなバニラエッセンス。やった、全部入れましょう。バニラエッセンスは少々だよね。少々です。出る、うん、でも砂糖、なんだろう、かぼちゃの甘みが少しあるからね。そうだよね。ちょっとでいいかもね。ちょっとどれぐらい。おお、色がいい感じ。いいね、かぼちゃ色だ。おお、丸くなるだけですか。これいる？今のやりたかったの。やりたかった。味見できるよ、でもこれで。本当だね。かぼちゃだ。ペペペペ。かぼちゃだね。ペペペペだよこれ。ペペペペだよこれ。砂糖だね、砂糖だ。ね、入れてこれ。めちゃくちゃ砂糖。そのぐらいだね。さっきそのぐらい入れたもんね。うん。もうこれでいいよ多分。はい、何かがさ足りない気がするんだよ。本当？美味しいよ。ここじゃない今。助けカード。何か足りないものはありますか。うん、あと何足せばいいですか。うん、それがいい。あのね、足りないものっていうかそれで固まらない。お？もしや。もしやこれだ。謎の。裏切ってね、80度以下のちょっとお湯で溶かしてください。あったかい。よし。おお。あー、美味しそう。美味しそう。何分だったっけなー。え、もう10秒ぐらいでいいんじゃない。それはない、それはない。絶対にない。え、でもここガラスだよ、大丈夫。ダメ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 。おおおおお。ノーチン、ノーチン。ノーチン。ノーチン、もう冷蔵庫。冷やしたわけですけれども、どんな状態か見に行きたいと思います。よし。おお。このぐらいの硬さが一番美味しいよね。美味しい、美味しい。あやゆかのかぼちゃプリン完成。お待ちかねの試食タイム。いい感じ。固まってるかな、ね、じゃあいただきます。震えてる。味のまだどっちだろう、どっちだ、湯がどっち、こっちこっちって。これプリンじゃなくてかぼちゃ。これプリンじゃなくてかぼちゃ。すったものをそのまま食べてるっていう感じ。だからプリンの感じがゼロ。きた。あれ色が、本当だね、色味が違う。なんでだろう。いただきます。
美味しい。甘い。うん。美味しい。ね、甘さの出し方が全然分かんなかった。なんでこんなかぼちゃの味が違うんだろう。なんで？ちなみにこちらにあるおこのランタンくんはですね、先生が作った。先生何でもできますね。ゆかちゃんのやつ見せてます。はい。じゃランタランタン。おおどう。ね、かわいい上手だよね、かわいい本当にやったー初めてとは思えない。じゃじゃーん。あれそれランタン、あ、ヘルメットを作ったの、うん、そう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 だよ。あれはヘルメットを作りました。で一緒だったらそれはちょっとかぶってる、うん、つまんないもんね。ありがとう。まあこんな感じでね、ハロウィンを私たち満喫しましたね、うん、しました。ゆかちゃん、今回のこのあやゆかのかぼちゃプリンのポイントは何ですか？砂糖をそのまま入れて食感を生かしました。あやゆかのプリン、そしてかぼちゃのランタン、ぜひ皆さん、挑戦してみてくださいね。バイバーイ。バイバーイ。